います。元へ太一郎君。おはようございます。自由民主党元へ太一郎でございます。森大臣、吉井副大臣、宮崎大臣政務官、え、なるべく政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。え、まずはじめに、先日の一連の台風15号、19号、21号に伴う記録的な大雨による災害によりまして。 日本各地においてて甚大な被害が出おおりますお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、被災された方々のに心よりお見舞いを申し上げたいと思います。さて、森大臣は弁護士として、悪徳な先物業者や貸金業者による被害者救済にご尽力されてきたというふうに伺っております。 また、内閣府特命担当大臣として、消費者および食品安全も担当するなど、常に国民目線に立った取り組みをされたというふうに理解しております。法務行政が直面する問題は、児童虐待や家族法制はじめ、多岐にわたると思いますけれども、弁護士としてのご経験を生かしまして、法務行政をしっかりと前に進めていただきたい、このようにご期待を申し上げます。 まずはですね、先週末残った大阪地検での事件について伺います先週土曜日の11月9日早朝東大阪市で大阪地方検察庁の護送車の車の中から手錠をつけたままの被告人が逃走するという事件が発生し昨日ようやく身柄が確保されました大阪地検では先月30日にも 収容予定だった被告人に逃走される事件が起きたばかりで11月7日に幹部職員が注意喚起を行ったまさにその直後に同様の失態が繰り返される結果となったわけです容疑者や被告人が官邸留置中や護送中に逃走される事件が後を絶たず被告人などの身柄の管理の在り方が問われていると思います 警察、司法に対する国民の信頼が揺らぎかねない、こういうような事態だと思いますが、そこで法務大臣にご見解を伺いますが、この被告人等の身柄の管理の在り方について、ご見解を伺いたいと思います森法務大臣、元委員も同じ弁護士として、また法務行政へのご貢献。 日頃よりありあがとうございますご質問にお答えいたしますが、逃走事案が連続して発生していることは誠に遺憾であります。被告人等の収容に関しては、本年6月に神奈川県内で発生した実験が確定したものの逃走事案について、検証結果を踏まえ、検察当局において対処しているものと承知をしております。大阪ににおける逃走事案については 検検察当局におおいてて再発防止ののため、さらなるる討が行われるものと承知をしております、えー。被告人の保釈や収容等に関する現行制度の見直しについても、委員のご指摘を踏まえ、検察による検証、えー、検討の結果や、再発防止策の実施状況等を勘案しつつ検討してまいりたいと思います。元江太一郎君。 はい、司法警察に対するまさに信頼の根幹だと思いますので再発防止にしっかり取り組んでいただきたいと思います次に一連の台風被害について伺ってまいります森大臣もご地元である福島を中心に被災地へのご対応に力を入れていると伺っておりますそこで法務省に伺ってまいりますが平成28年熊本地震平成30年7月豪雨 および平成30年北海道胆振東部地震などの相次ぐ大規模災害時にはその被災地の実情に応じて倒壊した建物について当機関が職権による滅出登記を行ったほか法テラスにおいてはサポートダイヤルにおいて情報提供が行われましたさらに平成28年熊本地震および平成30年7月豪雨では法テラスは総合法律支援法に基づく政令指定によって 被災者を対象とした視力を問わない無料法律相談を実施したと承知しております今回の一連の台風災害についても同様の対応をお願いしたいと思いますが現在の検討状況等について教えてください小出民事局長お願いいたします委員御指摘のとおり平成28年熊本地震平成30年7月豪雨 および平成30年、北海道胆振東部地震による被害が大きかった地域を管轄する法務局、地方法務局におきましては、被災者の支援の観点から、倒壊または流出した建物について、当機関が職権による滅ッセ登記を行っております。今般の一連の台風による被害の大きな地域においても、現在、被害状況の把握に努めておりまして、被災した地方公共団体と連携の上えで、倒壊または流出した建物につきまして、 当機関が職権による滅出登記を行うべく検討進めているところでございます今後も被災者に寄り添った対応に努め各種災害からの復旧復興支援に全力で取り組む所存でございます金子司法法制部長法テラス関係についてお答え申し上げます委員ご指摘のとおり法務省が所管する日本司法支援センター通称法テラスでは平成30年7月豪雨や 北海道胆振東部地震等の被災者の方々に対し、法テラスサポートダイヤルにおきまして、災害によって生じたさまざまな法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っています。また平成30年7月号につきましては、政令により、総合法律支援法上の災害指定、非常災害に指定しまして、法テラスにおいて被災者の方々に無料法律相談を提供しております。 今般の令和元年台風第15号および第19号につきましても、法テラスサポートダイヤルにおきまして、同様の情報提供を行っているほか、台風第19号につきましては、本年10月18日に、総合法律支援法上の非常災害に指定する政令が交付施行され、法テラスにおいて、令和2年10月9日までの間、 被災者の方々に対し視力の有無に関わらない無料法律相談を提供しているところでございます法務省としましても法テラスが提供するこれらの支援について1人でも多くの被災者の方々にご利用いただけるよう引き続き手術に努めるなどの協力をしてまいる所存でございます元江太一郎君はい、えー、よろしくお願いします 政府は10月18日に台風19号を特定非常災害に指定することを閣議決定いたしました平成28年熊本地震平成30年7月豪雨も特定非常災害に指定されたことに伴いまして当法務委員会の所管に関する措置としては法人に関わる破産手続き開始の決定の留保 相続放棄等の受給期間の延長、および民事調停の申し立て手数料の免除など、このような措置が講じられたと承知しています。今回の台風19号においては、すでに同様の対応が取られているとのことなんですが、民事調停の申し立て手数料の免除件数については、熊本地震では平成28年4月から平成31年3月まで810件。 平成30年7月豪雨では、現在判明している平成30年7月から同年12月までの期間で4件と伺っております。被災された皆さんや裁判所内における十分な周知をぜひお願いしたいとともに、台風19号だけでなく、台風15号および台風21号に伴う記録的な大雨災害についても、一連の災害として、 この台風19号と同様の対応をお願いしたいと思いますが法務省及び最高会の見解を伺います小入民事局長お答えいたします委員御指摘の通り台風19号等で被災し所手続きを利用する必要がある方々に対して必要かつ適切な情報を効果的に提供することが重要であると考えております法務省では被災者,被災者のご家族関係者の方々に向けて 必要な情報を提供するために、ホームページの中に、令和元年台風第19号についてと題する特設ページを開設し、ツイッターでも紹介しております。この中では、令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害およびこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令によりまして指定された3つの特例、ご指摘ございましたが、債務超過を理由とする法人の破産手続き開始の決定の特例、 相続放棄等の熟慮期間の特例、そして民事調停の申し立て手数料の特例、それぞれにつきまして、新たにページを設け、各制度について分かりやすい説明を掲載しております。このほか、この政令に基づく措置につきましては、内閣府および総務省と連携いたしまして、政令の内容を説明したリーフレットを作成、配布しているほか、被災した都県に対して通知を発出し、 関係市区町村、関係団体、地域住民等への積極的な情報提供を促しております。今後も関係省庁と連携いたしまして、被災した方々に対して、必要な情報を適,時適切に提供することができるよう努めてまいりたいと考えております。えー、続きまして、ご指摘ございました、えー、台風第15号と19号の関係21号の関係でございます。まず台風第15号による災害は、特定非常災害に指定されておりません。 最も台風15号におきまして、災害救助法が適用された市町村に関しましては、継続的に救助を必要しているものとして、台風第19号においても災害救助法が適用され、その結果、特定非常災害に指定された場合の特例が適用されるものと承知しております。そのため、相続放棄等の熟慮期間に関する特例、および民事調停の申し立て手数料の特例につきましては、 あその他の要件これ、例えば台風第19号の災害発生日であります、本年10月10日に相続人や民事調停の申し立て人が被災区域内に住所等を有していたこと、あるいは民事調停の申し立て数の特例につきましては、さらに台風第19号の災害に起因する紛争であることなど、まあ、こういった要件ございますが、これらの要件を満たす場合には、その特例の適用を受け負うることになるものと考えられます。 また法人の破産手続き開始の決定の特例につきましては、この両台風の被災地域が共通していることなど、災害の発生状況等を踏まえまして、台風第19号の災害に起因する債務超過といえる場合など、所定の要件を満たす場合には、被災者はその適用を受けうると考えられます。次に、ににに台風21号に伴う大雨つついいててでござまますが、この災害につきましては、 特定非常災害に指定されておらずまた災害救所が適用されたという情報にも接しておりませんもっとも台風第15号について先ほど述べましたのと同様台風第19号による災害に関連する所定の要件を満たす場合には被災者は特例の適用を受けうるものと考えられます この台風21号によって被災された方々への支援も同様に重要であると考えておりまして、法務省におきましては、引き続き関係省庁と連携しつつ、被災者に寄り添った対応に努めてまいりたいと考えております門田民事局長。 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウェブサイトに、今回の令和元年台風第19号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申し立て手数料免除、および 相続放棄の熟露期間の新庁の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに全国の裁判所に対して各特例措置の内容を説明する通知等を発出しまして窓口対応や事務所における留意事項等の周知を行っております被災された皆様から申し立てられた事件につきましては特例措置に基づく適切な処理に努めてまいりたいと考えております 元江大一郎君、はいえー、加えまして、えー、東日本大震災の際はは、法テラスは被災地において、移動相談車両による巡回相談と、そして出張相談を行っていたと、えー、承知をしております、えー。私の地元であります千葉県、えー、特にこの台風15号による被害がひどかったのが、あ千葉県南部です。 全県で被害がありましたが、この南部に位置する巨南町という町は、法ーーテラス千葉のある千葉島で、公共交通機関を用いた場合に、片道2時間近くを要すると、このような地域でありまして、そのような状況で法テラスに行くというのは、なかなか難しいというような状況があります。先ほどお願いしました被災者を対象とした無料法律相談と合わせまして、この法テラスの事務所と被災地が離れている場合には、 その地域への出張相談、巡回相談を実施していただくことで、被災者の方に寄り添った対応ができるのではないかなということで、ぜ、え、ひ、ー、ともお願いしたいと思いますが、法務省の見解を伺います金子司法法制部長。法テラスの提供する法,法律相談援助におきましては、法テラスの地方事務所と、 季節の相談場所にアクセスすることが困難な方を対象に、対象者の居住場所等において法律相談を行う出張相談や、地方公共団体,の施設団体等の施設に弁護士等を巡回させる等の方法により法律相談を行う巡回相談を実施することができ、これらを実施した場合、担当した契約弁護士や司法書士等には、交通費とは別に出張手当を支給しているところでございます。 今般の令和元年台風第19号による災害に関する無料法律相談におきましても、出張相談や巡回相談の積極的な活用を推進するなどして、被災者に寄り添った支援を行ってまいりたいと考えております。なお、台風第19号による災害に関する無料法律相談は、同台風に際し災害救助法が適用された災害発生市町村に、災害発生日である令和元年10月10日に住所等を有所。 有していたた方からのの生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としてお、りますなお委員ご指摘の千葉県についてですが、台風15号に端を発し、台風第19号、第21号と続いた一連の災害で大きな被害が生じているものと生じております。台風10第15号で被災救助法が適用された千葉県内の市町村は、 継続的に救助を必要としているものとして、台風第19号においても災害救助法が適用されているものと承知しており、先ほど述べた要件を満たす方であれば、事実上、台風第21号で被災された方も含め、生活の再建にあたり必要な法律相談や出張相談、巡回相談もご利用いただけうるものと考えております元江太一郎君。 はい、えー、一連の災害による全ての被災者について、えー、まあ、丁寧に対応していただけるということで、えー、ご期待をしております、えー、法務大臣は挨拶の中で、えー、政府一丸となって被災者の皆様の生活再建に力を注ぐと、えー、こう述べられていました、えー、ぜひ全ての被災者の皆さんに寄り添った支援をお願いしたいと思います、えー、次に児童虐待の防止について伺います、えー、法務大臣は挨拶の中で法務行政の課題の取り組みとして まず、虐待や差別のない社会の実現に向けて取り組むとおっしゃられ、真っ先の1番目の項目として、児童虐待防止対策を挙げられました、さらにすべての関係部局からなる児童虐待と戦う法務省プロジェクトチームによる検討を速やかに行うと、こう述べられておりました、このプロジェクトチームによる検討について、森大臣としてはどのようにお考えでしょうか。 また、児童虐待防止に関する法務大臣の決意と合わせて伺いたいと思います森法務大臣、まあ。災害についてもですね、えー、今、元委員からおっしゃられたように、しっかりと政府一丸となって取り組んでまいりたいと思います。また、虐待についての、児童虐待についてのご質問でございますが、子どもに対する虐待はあってはならないものと。 考えておりますしかしながら、児童相談所における児童虐待の相談対応件数は、年々増加の一途をたどっており、子どもが亡くなる大変痛ましい事案も後を絶たない現状にあります。そのため、児童虐待の根絶は、基金かつ極めて重要な課題であり、児童虐待の予防や発見、被害に遭った児童の保護など、政府を挙げて総合的に取り組むことが必要であると思っております。 法務省においては、本年3月に取りまとめられた児童虐待防止対策の抜本的強化についてを踏まえ、これまでも例えば人権擁護機関における相談等を通じた事案の早期発見等の各種取り組みを進めてまいりました。加えて、本年10月には法務省としてさらなる対策を検討するため、児童虐待と闘う法務省プロジェクトチームを設置したところです。 このプロジェクトチームにおいては、週1回程度のペースで会合を開催し、ヒアリング等も行っており、省内の関係部局における現行施策の実施状況の検証を行い、課題を洗い出すとともに、それらを踏まえつつ、有効な児童虐待防止施策や、効果的な関係機関連携の在り方について、幅広く検討を行い、ね、年明けを目途として提言を取りまとめることとしております。児童虐待防止対策は 法務大臣就任前から、強い関心を持っていた課題でもございますので、プロジェクトチームにおける検討を速やかに行い、児童虐待の根絶に向け、全力で取り組んでまいりたいと思います元栄大志郎君。ありがとうございます。未来を担う子どもたちへの虐待の根絶、実現されることを強くご期待申し上げます、えー、次にに再犯防止についいて伺います。 先月7日公正保護制度施行70周年記念全国大会が天皇皇后両陛下にもご臨席をいただき開催されました安全安心な社会を実現する上で公正保護への期待が高まる中このような全国大会を挙行することは大変意義深いことであります法務省はこれを契機に公正保護の活動を一層推進するよう取り組んでもらいたいとこのように思いますその中でも担い手である保護士については 定年延長や再雇用などの影響もありまして、希望者が減少していまして、なり手不足が深刻な状況となっておると思います。自治体職員などの地方公務員に協力を呼びかけているということでもありますが、法務省としては、この保護司のなり手不足への対応など、今後、どのように再犯防止対策を行っていくのか、見解を伺います今福保護局長。 お答えいたします国の再犯防止推進計画におきまして、保護司をはじめとした民間協力者は、再犯防止の対策を推進する上で、書くことのできない存在であるとして、民間協力者の活動の促進等を盛り込んでおります。しかしながら、ただいま委員ご指摘のとおり、保護司のなり手確保は困難となってきており、将来に向かって保護司を安定的に確保していくことが重要な課題であることから、 法務省としてはさまざまな施策を講じているところでございます。え具体的には、第1に、地域の関係機関等の関係者を構成員とする保護司候補者検討協議会の設置。第2に、保護司活動を体験する会を提供する保護司活動インターンシップ制度の実施。そして第3に、保護司活動の原点拠,点拠点として、 厚生サポーートセンターの設置などを行っているところですとりわけ、この厚生保護サポートセンターにつきましては、本年度、すべての保護司会886箇所に設置する予算が措置されたところでありまして、すべての保護司会での設置を進めているところでございます。さらに、地方公共団体の職員や、職員 OB のほか、経団団体、宗教団体、修業団体などに対しまして、 適当な方に保護士に就任していただきますよう働きかけているところでございます今後ともこれらの施策を着実に実施することによりまして保守の安定的確保を含め再犯防止のための取組を強力に推進してまいりたいと考えております 本江大一郎君厚生、はい、保護サポートセンターが886か所を全設置ということで、素晴らしい前進だと思います。そういうリアルのチャンネルも生まれている中で、さらにです、ね、やはりこの保護士の社会的意義とか、活動していただくためには、インターネット等も含めました、さらなる情報発信が必要だと思いますので、ぜひとも進めてもらいたいというふうに思います。 法務大臣は挨拶の中で、退去強制令書が発布されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続きにも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現および長期収容状態の着実な解消に努める旨、述べられておりましたこの収容の長期化問題については、仮放免中に逃亡して所在不明となる事案が増加しているほか、 この仮放免中に犯罪を犯す者も,も存在すると聞いておりまして国民の安心安全を脅かしかねないこのような状況にあると思います仮放免中に逃亡して所在不明となった件数の推移について入管庁から説明を伺うとともに入管庁はこのような状況の解消のためどのような方策を起こったなっているのか伺います高島次長 えあの仮放免は、退去強制の対象者であることは、仮方えに対してなされるものであることは変わりありませんので、その逃亡というのは相関を困難にする大きな原因、一つの問題であるというふうに考えております。過去3年間の数字を申し上げますと、え平成28年末の段階では170人、平成29年末の段階で276人、平成30年末の段階で328人。 で今年6月末時点では332人に増加しており、平成28年末と比較しますと、1.9倍の増加となっております。この状況を解消するために 仮放免の身元保証人となるべき,のるべきものの適切審査をより慎重に行うこと、それから仮放免を認める際の保証金の金額の設定を見直すことを進めております。現行制度の運用の改善によってできることはすでに取り組んでいるところでございますし、さらに今般、法務大臣の指摘懇談会である第7次出入国管理政策懇談会の下に、収容送還に関する専門部会を設置いたしまして、 10月21日に1回会合、昨日第2回会合を開催しております、ここでは収容相関に関する専門知識を有する有識者実務課の方々に集まっていただきまして、この問題を検討して、法整備を含む具体的な方策について、さまざまな角度から自由活発なご議論がなされているところでございます<上>本江太一郎君。 はいえー、しっかりと取り組んでもらいたいと思います、先ほどの被告人等の管理のあり方も含めまして、やはりこれは司法のルールの根本の部分だと思っておりますので、えー、しっかりと取り組んでいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました